川崎市中原区の等々力緑地内にある川崎市市民ミュージアムが今月開館10周年を迎えました。このミュージアムは都市と人間をテーマに1988年にオープン。以来歴史、考古、民族、グラフィック、写真、漫画、美術、文芸、映像の8つの部門で収集保存、調査研究など幅広い活動を行ってきました。現在館内では市民ミュージアムの10年の足跡をたどる10年の歩み展など多彩な展示が行われています。グラフィックギャラリーでは19世紀を代表するミュシャやロートレックなどの作品を展示した19世紀ポスター名品展、写真ギャラリーでは昭和30年代から50年代にかけての川崎市の発展と移り変わりを知ることができる写真展が開かれています。また企画展示室では数多くの収蔵品によるミュージアムコレクション展を開催。博物館、美術館といった従来の枠組みにとらわれない新しい博物館像を求めてきた川崎市市民ミュージアム、10年の蓄積をもとにさらに充実したミュージアムを目指します。